孫策を襲ったのは曹操と通じた虚構の一味であった。孫吾の将らはこれを退けるも、戦での傷が元で孫策が倒れる。これを受け孫策に工事を託された孫権は周瑜と協議、孫策の命を最優先とし巨匠への進攻を断念した。この異変を聞いた孫策の妻大凶は夫の身を案じ軍営へと急行。しかし孫策は原因不明の病に伏し、生死の境をさまよっていた。周囲はこれを先の戦に現れた同志宇吉の呪術によると判断。そのまじないを断つべく宇吉が住まう遊郷へと足を踏み入れる。幻惑の地に向かう周囲、孫権、大凶、太子寺。孫策を失いたくない。彼らの思いは一つであった。孫吾の知遊が怪異なる敵に挑む。あの、私戦います。後を頼む。そうは言われたが、私には兄上なくして兄上を死なせるわけにはいかない。まじないなどこの私が立つ。職人様、ずっとうなされてるみたい。早く宇吉を倒して兄様を助けなきゃ。姉上、孫策の容体は？変わりません。もうずっとうなされてばかりで。宇吉という名を呼んでいました。ものすごく苦しそうな怖い声で。やはりあれはただの傷ではなさそうです。おそらくは宇吉なる同志のまじない。まじない？そんな。いえ、むしろ希望があります。まじないならば術者を撃てば消えるかと。その宇吉という人を撃てば。わかりました、私もご一緒します。なりません。どのような危険があるか。ご一緒します。まったく似た者夫婦ですね。一度言い出したら決して引かない。わかりました、共に行きましょう。しかしくれぐれもお気をつけて。宇吉なる同志を討ち、孫策へのまじないを断つ。全軍城内へ進軍せよ。私は軍人になるわ。みんな無理せずお願いね。
が元へ来るか。よかろう。ならば死ぬがいい。あんな先兵の屍を踏み越えて進む者どもよ、この痛み思い知れ。
撃とらそのような猛言は上がる。みんなこんなことしてもつまんないの。喧嘩なんてやめて一緒に遊ぼうよ。立たぬというのか。
で磨いてきた知力、味わうがよいぞ。情けない姿を埋めさせてしまいました。ご助力感謝いたします。そうまでしてあの昇波を生かしたいか。あの力はソーランを糧とし、いずれ天下を。黙れ！
貴様の妄言など知るか。私たちは兄上が必要なのだ。うぬらもそうやって乱世を深める愚か者か。これもまやかしというのか。だが奴が放っていた禍々しい気配は消えた。なるほど、奴の存在そのものがまじないだったということか。ならばそれが消えたことで孫策も救われるだろう。さあ皆孫策のもとへ帰ろう。よう。孫策様。悪い大魚、心配かけちまったな。本当です。でもよかった。兄上、これからはまた兄上のもとで戦えるのですね。いや、バリーまだ体に力が入らねえ。それに俺は後を頼んだって言ったろ、ケン。ですが。悪いな、もう少し寝かせてくれ。シュー、剣を頼んだぜ。やるしかあるまい。